ないか。なに、眠っておるようなものよ。夢を見ておる。夢幻と写しは表裏の一重をなすものゆえに、夢は誠を写す鏡よ。アナスタシス芸官、私は必ずともよい。ラミナスの娘アーシェ、そなたの夢を見ておった。暁の断片を手にする姿こそ、ダルマスカの音を継ぐ者、王国の最高を願うそなたの夢、私にも伝わっておる。それでは大僧正芸家、アーシェ殿下の王位継承は。おっと、そいつは諦めてもらえませんかね。いいよ、皇帝候補殿、呼び出されてやったぞ。彼に会わせたかったんですよ。ロザリア帝国を治めるマルガラス家の方なんです。山ほどいるうちの一人ですがね、私だけじゃ戦争を止められないんで、ラーサーに協力を仰いだってわけで。アルシド・マルガラスと申します。アーシェ殿下におかれましてはご機嫌うるわしゅう。ダルマスカの砂漠には美しい花が咲くものですな。アルケイディアにはラーサ、ロザリアにはアルシド、彼らは戦の夢を見ておらぬ。両帝国が手を取り合えば新しいイバリースが開かれよう。はあ、それこそ夢物語ですな。現実には戦争が起こりかけてる。私を招いたのも大戦を防ぐためと聞いておりましたが、私が王位を継いでダルマスカ王国の復活を宣言し、帝国との友好を訴えて解放軍を思いとどまらせると。なのに今になって諦めろとは。姫のお言葉があれば解放軍は動けず、我がロザリアも宣戦布告の大義名分を失う。そういう狙いでしたがね、流れが変わっちまいまして、2年前お亡くなり遊ばされたはずのあなたが実は生きていたなんて話が出ると、かえって事態が悪化する状況でしてね。私に力がないからですか。いやいや、あなたのせいじゃありませんよ。ではなぜアーシェさんから友好の呼びかけがあれば、僕が皇帝陛下を説得します。陛下が平和的解決を決断すれば。ラミス皇帝は亡くなった。暗殺されたんだ。父上が。なぜ我々が皇帝を手にかけねばならぬ。おのれ、たばかったな。このままでは済まさんぞ。元老院の犯行ですと。首謀者はグレゴロス議長。陛下に毒を漏らせたと認め、潔く自決した。元老院議員の大半が共犯者だ。よって直ちに議会権限を停止、私が臨時独裁官として事態の収拾に当たる。戯言を。私が真の反逆者を見抜けんと思うか。言葉が過ぎるぞ、ドレス。ザルガバース、ケーマでもが茶番を演じるのか。ロザリアの侵略が迫る今はレイン殿の力が必要だ。ソリドール家も私とラーサーを残すのみとなった。まさかラーサー様をも。ベイン・ソリドール、法の番人たるジャッジマスターとして貴殿を拘禁させていただく。ベイン閣下を独裁官に指名したのは法を司る公安総局だ。わかるか、ドレイス。閣下に剣を向けた瞬間、お前は法に背いた。貴
様も茶番の共演か。ザルガバース、アレキサンダーを与える。ベルガを伴ってラーサーを連れ戻せ。はっ。閣下、ラーサー殿の保護は私が。私を監視しなくていいのか。あれこれと探りを入れてグラミス陛下に報告していたそうだが。それは、ケイは陛下の犬だった。今さら飼い主を変えるつもりなら、そうだな、ジャッジマスターの職務を全うしてみせろ。法に背いた者を裁け。閣下、それはあまりに。全てはソリドールのために。仮に姫が平和的解決を訴えたとしましょう。グラミス皇帝なら戦争回避を優先したでしょうが、相手はベイン・ソリドール。姿を現した姫を偽物だとか断定して解放軍を挑発するんじゃないですかね。メインは戦争を望んでいる。都合の悪いことにあいつは軍事的天才だ。私も夢に告げられた。そなたが姿を現せば戦乱を招き、メインが歴史に名を残す。帝国軍は全軍挙げて海戦準備を進めてまして、ね、うちの情報ではベイン直属の西方総軍が臨戦態勢に移行し、新設の第十二艦隊が進発。それと本国の第一艦隊も戦艦オーディーンの改装終了を待つばかりでもって、ケルオン派遣軍の第二艦隊が第8艦隊の穴埋めに駆り出されますな。つまりどえらい大軍だ。そして切り札は浜関。大僧正警官、王位継承の件はしばし忘れます。力を持たない私が女王となっても何も守れません。より大きな力を身につけてから。改めて、そなたが夢見るのは浜関の力か。浜関以上の力です。力を持って力に挑むか。まこと姫の子らしい言葉よ。私は覇王の末裔です。
ならばレイス・ウォールが残したもう一つの力を求めなさい。そんなものがあるのですか。ハラミナ大峡谷を越えミリアム遺跡を訪ねなさい。レイス・ウォールが当時の大僧侶に委ねた力が眠っておる。浜石を立つ覇王の剣、己が覇業を支えた浜石を砕く力を、なぜ子孫ではなく他者に託したのか。剣を手にして悟らなければ王国最高の夢は夢のままよ。私の夢もやがて覚めるか。